はい、どうも了解です。お願いします。はい、本日はモンタンスポーツさんの方に、来ております。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は、まあ、モンタンさんグローブ、まあ、たくさんあるのでね、はいはい、なんでちょっと軟式1個硬式1個、まあ、同じメーカーで紹介していこうかなと思います。軟式硬式同じね、いつもだったらまあメーカーごちゃごちゃにしたりとか軟式は軟式硬式は硬式なんですけど、ちょっと今日は、メーカーで合わせて紹介していこうと思います。そのグローブが、はい、ザ・ナックス。はい、これが軟式用ですね。軟式用の、トラストシリーズ、ザ・ナックスのトラストシリーズのグローブになります。素晴らしくない？これやばいな。カラーがブラックの、レースがキャメル、キャメルって言い方できるような。ザ・ナックスの場合は、キャメルのカラーの名前がクリームブラウンっていう、カラーになります。中がね、この針ですよ。これが順巻きになっていて、指股があり、だからポケット内部が広くて、ここはこっちは広がんないけどこっちにも広がるみたいな。ポケットの中心部分は広くて、土手部分は最初の段階は、まあ、順巻きで少し抑えめになってるかなっていったようなグローブなので、こういう風にね、ここが丸い、全体的に丸く見えるようなグローブとなっています。まあ、でね、もうこれツヤすごいですね。で、硬かっすよ、新品で。やばいよな。でやっぱ最近ちょっとね、黒プラス一色プラスなんか紐の色が違うとかっていうのにちょっとね、折っていいなって思い始めたんですよね。あ、これさ、ステッチがこれ多分オレンジかな、なんか薄めのオレンジっぽい感じがしますよね。ここもあの黄色系、キャメル系だから黄色系かなと思いきや、まあ近いっちゃ近いですけどね、オレンジでちょっと崩してきてるっていうのはおしゃれのポイントかなと思います。軽いザナックスだって。でちょっと大メーカーって言ったらいいかな、結構有名な水野 Z とか SSK ローリングス、アシックスとか、この5大メーカーと比べると Z に近い感じがする。イメージとしてはちょっと革自体は比較的薄め、でもめちゃくちゃ張りがある、でも硬いっていう点を見ると、肩どうこうっていうよりかはグローブの仕様としては若干 Z に近いようなイメージかなって感じがします。あのこのキャメルの紐の色の感じもちょっと Z に近いかなっていうような感じですね。でお値段、この値段ですよ、25,000円。軟式でトラストシリーズだったらめちゃくちゃ安いんじゃないかな。まあ僕あんまりね、ザナックスって今まで一回も使ったことなくて、実際どういうグローブですよって使った感想とかは言えないんですけども、まあそれにしてこの革質はまた本当にいいんですけど、この値段だったら、これはまあ中学軟式やってる子とかにはすごいおすすめかなっていうふうに思います。ラベルがね、これ糸かなと思いたら、これシリコンなんですよね。すっごい金シリコンでめちゃくちゃ光ってます。これは軟式用なので、次ちょっと硬式を見ていこうと思います。はい、じゃあ次はね、硬式グローブのザナックスも、はい、こちらです。トラスト X です。最高級。これはキップレザーになります。なのできめ細かく、革質自体はしっとり柔らかめなんだけど、まあだからね、むしろさっきの軟式用よりかも柔らかさと優しさを感じるような革質をしてます。カラーがワインブラウンとなっていて、ブラウン系ですよね。ただまあちょっと赤系にも近いかなっていったような、ワイン系のカラーリングとなっています。でこれは、まあ、高校野球対応ということで、紐も同色のワインブラウンを使用していて、逆にねステッチがキャメル気味、指導じゃないんだよね、これよーく見るとキャメル気味の、グローブとなっています。で、ピッチャー用で、まあ、指カバーついてるのは、まあまあ、でしょうね。これ、2ピースなんですよ。市販で2ピースって今、アシックスぐらいしか見なかったんで、現に多分そんななかったと思うんですよね。Z で出してたかな。そういったところで言うと、最近、まあ、大谷投手が、去年はね、外野手用のウェブで、しかもまあ、ちょっとメーカーも変わっちゃったんで、あれですけど、アシックスで、おととしまでは2ピース使ってたりとか、まあ、あとは伊藤大海投手なんかも2ピースグローブ使ってましたし、松坂投手もね、西武最後の方なんかは2ピース使ってたりとかっていうのがあって、またちょっとね出始めてる。まあ元々はね、野茂さんとかもね2ピース使ってたしっていうような感じで、まあちょっと一周してまた戻ってきてるのかなっていうのもあるので、ここもすごいおしゃれポイントだなって感じがします。でまあさっきね、柔らかさ優しい革とは言ったんですけども、もちろん張りもしっかりとあるグローブです。これはめた感じ、めちゃくちゃ縦型のグローブ、こうやって
使うような今時のピッチャー用っぽいような縦型の、グローブとなっています。そう、親指がその通りしっかり残っていてグローブなんですけど、まあ、ただ多分普通に使ってたらポケット自体は丸いんで横型でも全然使えるかなとは思います。で、お値段6万500円。6万500円ですね。公式の投資用だったら普通なのかちょっと高めなのかな。まあでもやっぱ水のプロとかってほどではないかなって感じがします。で、なんかねもう一回はめてみて思ったんだけどちょっとでかいかも、茶色にしては若干な部分の大きさは感じるかなっていうような、グローブとなっています。まあその分ね、しっかりとちっちゃい大きいのがいいっていう人もかなり今いるので、そういった人にはすごい向いてるグローブなんじゃないかなと思います。はい、ということで本日はザナックスのトラストシリーズ、軟式のトラストシリーズと公式のトラスト X シリーズ、こちらのね2大看板って言ったらいいのかな、高級なシリーズの、グローブの方を紹介してきました。このカラーリングでもちろん内野手用とかもあると思いますし、逆にこっちもね外野手用とかも確かあったんですよね。ちょっと他の店でトラストシリーズの外野手用も見たこともあったので、まあそういったところでこのねカラーリングがいいよっていう方も結構いると思いますし、そろそろ2年生なんかはねポジションも固まってるとは思いますので、まあ、これを機に、今年の冬、まあ、春前にグローブ買って夏に向けてみたいな感じので、ちょっとトラス X 買うなんていうのもいいのかなとは思っています。はい、まあねこっちはこっちで草野球人にも必見なカラーリングなので、まあもちろん中学野球も使えるんですけど、まあ一応ね紐入れたら2色、っていうような感じでおしゃれなグローブではあるので、まあ、どちらもすごいいいグローブなのでぜひね気になった方はモンタンスポーツさんへお越しください。はい、ということで本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではよろしくー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょー。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。